みんなはチーク菓子好きですか？好きだから見てくれたんだよね。毎回淡々とチーク菓子を作ってる動画を投稿してるけど、今回は今年作ったチーク菓子をいろいろランキングにしました。ランキングの部門は、おいしい部門、難しい部門、楽しい部門、再現度高い部門としました。適当なプレビュー稼ぎのアフィブログとは違って、本気でチーク菓子が好きだから安心してね。最初は美味しい部門から行ってみよう。まずはこれ、フルフルフルッパ。青い液体に粉を入れて振ると一瞬でピンクになるのが楽しい。完成したピンクのゼリーにシュワシュワの粉をかけて食べるんだよ。メスシリンダーで作ると長くてプルンプルンで可愛い。この日頃は絶対口にしない蛍光ピンク、嬉しくなっちゃうね。ということで第3位はフルフルフルッパでした。第2位はグミつれただよ。これも面白いしもにょもにょして美味しいよね。伸ばす時の粉がサラサラあって流れるのすごい好き。値段も他のチーク菓子と比べたら少し安い100円台だからお財布にも優しくて嬉しいね。栄えある第1位は憧れのショコラティエ。値段もさることながら難易度もめちゃくちゃ高い。箱裏の説明も細かすぎる。内容物も多いよ。作り方はだいたい湯煎したチョコを型に流してトッピングをするんだけど、ジャムみたいのを作ったりいちごムースを作ったり、かなり本格的だよ。このチーク菓子が複雑なのは作ったものの使い道が一つじゃなくて、このオレンジのゼリーとかミニミニオレンジを作った残りをチョコの上に乗せて層を作るのに使うんだけど、それとは別のチョコの上にも乗せて彩りを豊かにするのにも使うよ。このジャムみたいの固まるのがとても早いから手順を間違えると詰みます。キャラメルクリームを乗せたり、何せ工数が多い。容器から出したりトッピングしたりして綺麗に並べたら完成。ちなみに美味しい部門1位だけど難しい部門1位もこれです。チーク菓子でこれができるのすごいよね。ちょっと値段は高めだけどパフォーマンスが高くておすすめです。難しい部門第3位は星のカービィプルルンチュ。トレーは3種類あるよ。これは何が難しいって、混ぜた粉の固まる速度が尋常じゃないこと、混ぜすぎちゃうと固まっちゃうこと、粉が水になかなか溶けないこと。30句大人が作って間に合わないんだから、子供が作ったら絶対失敗しちゃうよ。ほら粉が溶けにくそうでしょ。ジュレみたいになっちゃったね。無理やり詰め込んだけどもうダメです。ゆで卵は生卵に戻れないんだよ。それと一緒。ほら見て、こんなのカービィじゃないよ。桜井正宏さんも泣いてるよ。足も肩に残っちゃってるし、これ1個300円近くするんだよ。大人だから作り直します。敗因は3つ同時に作ったことだと思うから、1つを手早く、粉はお湯で混ぜるよ。上手にできました。これはまごうことなきカービィ。ちなみに味は硬い桃味のゼリーで美味しくはないよ。難しい部門3位のプルルンチでした。第2位はすみっこ暮らしホームメイドクッキング楽しくグミゼリー作ろうです。これもプルルンチュと同じハートが出しています。トレーはとても可愛いです。ただ例によって粉が全く溶けません。ダマダマになります。しかも混ぜる猶予は30秒。それ以上混ぜると固まります。キャラの人気にかまけてちゃんと商品開発してないと思います。ほらダマダマだし半分固まっちゃってるでしょ。なんとかしようとしていますがなんともなりません。冷蔵庫で30分冷やして型から取り出します。付属のシートに並べたら完成です。すみっこ暮らしのシートに並んでいるのに一体何なのか分かりません。グミゼリーと歌っていますがグミ要素はなく粉っぽいデロデロのゼリーです。トレーは可愛いのでチョコを流すために取っておきましょう。ちなみに食べる図鑑恐竜編のグミはちゃんとグミで完成度が高いのでおすすめです。液体が固まってきても電子レンジで温め直せばちゃんと液体に戻るのでもたもたしちゃっても大丈夫。
暮らしへの企業努力が感じられるね。そして1位はさっきも言った通り憧れのショコラティエ。もうみんなこれ買えば間違いないからね。お正月はおいっ子、めいっ子にお年玉とこれをあげてね。楽しい部門第3位はなるなるグミの実。枝に見立てたプラの棒を組み立ててグミの実を大きくしていくチーク菓子だよ。簡単そうに見えるけど地味に難しくて、粉をちゃんと鳴らさないとみすぼらしい枝になっちゃうんだ。ほらね、自然災害にあったみたいになっちゃった。これじゃかわいそうだから作り直すよ。最初が肝心で、粉をしっかりと根元までつけておくと大きい実ができるんだ。さっきと全然粒の大きさが違うでしょ。これなら千匹屋に売ってても納得だね。トッピングをかけたら完成。楽しい部門3位のなるなるグミの実でした。楽しい部門第2位はドドッとつぶちゃん。楽しいお寿司屋さんのイクラの部分だけ作るチーク菓子だよ。人工イクラと同じ仕組みで、乳酸カルシウムとアルギン酸ナトリウムが化学反応でうにゃうにゃしてつぶつぶができるんだよ。つかめる不思議玉や香りラボとも同じ仕組み。こんなに同じ仕組みで複数の商品展開をしてるってことは、やっぱりそれだけ人気なのかな。昔乳酸カルシウムとアルギン酸ナトリウムを単品で買って人工イクラを作ったんだけど、味付けをしなかったせいでこの世のものとは思えないつぶつぶができて泣きました。ちゃんと楽しいだけじゃなくて味も甘くて美味しいものを作ってくれるお菓子会社は偉大です。つぶつぶを隣のネバネバスライムに入れてなじませたら完成。見た目は謎の生き物の卵みたいでグロテスクだけど、これくらいインパクトがあった方が記憶に残るよね。楽しい部門第2位のドドッとつぶちゃんでした。楽しい部門第1位はすくって金魚です。リメイクや再販が多いチーク菓子の中で、今年発売された完全新規のチーク菓子、いまいち人気がなさそうなのは、そもそも金魚すくいがマイナーな感じになっちゃったからなのかな。金魚や亀のゼリーを作って、それをポイですくって遊べるんだけど、ポイの紙の部分が例によって乳酸カルシウムとアルギン酸ナトリウムで作った膜ですくうんだよ。液につける時間で膜の強度が変わるから、難易度も自分で調整できていい感じ。すくった金魚たちは左のケースに移して、最後はゼリーで固めて食べるよ。今回は結構つけちゃったからポイの強度がかなり高かったかも。水槽ゼリーの素を入れて混ぜてから冷蔵庫で冷やすよ。できた。ジュレジュレっぽくなっちゃったけど、まあまああとは食べるだけだし大丈夫。味はソーダゼリーって感じで、金魚と亀の味はそんなに感じないかも。楽しい部門1位のすくって金魚でした。再現度高い部門第3位はクレヨンしんちゃん。でっかいプリプリプリンです。でっかいの名に恥じない、本当にかなりでっかいサイズになってます。ファミマで売ってた俺のプリンくらいはあるかな。これを出してるのはさっきのグミゼリーをめちゃくちゃディスったハートなんだけど、プリンはしっかり美味しいです。すみっこ暮らしのミルクプリンって商品も美味しいから、グミは外れでプリンは当たり。これだけ覚えて帰っていってね。プリンの硬さもこのサイズになると結構硬くなりがちなんだけど、柔らかすぎず硬すぎず甘さもちょうどよくて、キットで作るプリンとしてはかなりいい出来だよ。美味しい部門に入れたらよかったね。見切り発車で再現度高い部門なんて作っちゃったから、再現度の高いお尻ってなんだよって今になって困惑してます。とりあえず第3位はクレヨンしんちゃん、でっかいお尻プリンでした。再現度高い部門第2位はスイーツサプライズ、ハンバーグです。これスーパーとかディスカウントショップとかで売ってるの見たことないんだけど、関東圏の実店舗で買ったことある人いたらどこで買えたか教えて。見た目は目玉焼きハンバーグなんだけど、食べたらスイーツでしたって。商品名の通りなんだけど、パッと見は本物と見間違えるレベルで忠実に再現されてるよ。値段は高いんだけど、しっかり値段に見合ったクオリティの商品だと思います。付け合わせのインゲンとかも色味が本物だよね。メインのハンバーグは蒸しパンみたいのにチョコソースをかけてリアルさを出してるよ。
動画で見る分には完璧にハンバーグだね。作ってると甘い匂いでチョコって分かっちゃうけど、食べられる食品サンプル作りみたいで楽しいよ。インゲンを並べたら完成。サイゼリヤの目玉焼きハンバーグみたいで美味しそう。再現度高い部門2位のスイーツサプライズハンバーグでした。再現度高い部門第1位はスイーツサプライズオムライスです。ハンバーグと同じ日に発売されたオムライスも店舗で見たことないです。オムレツの部分がプリンになってて、ハンバーグより可愛いから1位にしました。こういうのの型って何かに使えそうで取っておくんだけど、結局何も使い道がないんだよね。チキンライスの部分は蒸しパンっぽいやつ。プリンとパンだから朝ごはんに食べたいね。嘘でした。朝にこれはちょっと重いです。朝はコーヒーかさゆがいいです。おやつの時間に食べることをおすすめします。ここ卵を開く見どころシーンですよ。カメラ越しに切ったから真ん中がずれちゃった。よく見る本物の開くオムライス並みにはうまくできなかったけど、これがプリンだって考えたらかなりすごいよね。お店でこういうプリンケーキみたいのが売ってたら1000円以上しそうな気がする。ケチャップに見立てたいちごソースをかけたら完成。再現度高い部門第1位のスイーツサプライズオムライスでした。普通にベスト10とかにした方が分かりやすかったね。見切り発車で動画を作るからこういうことになるんだよ。次があるならベスト10にします。今年の総合1位は憧れのショコラティエです。そもそもこのチャンネル日本人が 35% しか見てないから、過半数の視聴者さんは言葉の壁でこの動画何も伝わらないんだよね。 I look forward to working with you next year。 来年もよろしくお願いします。バイバイ。 Thank you.